全洋安幸き4月7日体は、日本の政治家、自治、総務官僚、三重県津市町、三重県津市宿屋町を生まれ、津市立慶和小学校、高田中学校、三重県立津高等学校を経て、1985年に東京大学法学部卒業、同年自治省に入省、本省勤務のほか、熊本県庁、国土庁、京都市役所、 宮城県庁への出向も経験した。宮城県総務部長を務めていた2005年、宮城県知事選挙に、浅野史郎の後継指名を受けて、無所属で出馬したが、自由民主党の推薦を受けた、元宮城県議会議員の村井義弘に、約5万票差で敗れ、時点で落選した。その後、デクシア銀行東京支店副支店長、 地方公共団体金融機構審査室長を歴任。2011年2月28日、松田直久の三重県知事選挙への立候補に伴う、津市長選挙に出馬する意向を表明した。4月24日投開票の津市長選で、民主党系の地域政党である新生三重や、連合30からも推薦を受けて、無所属で出馬し、自由民主党推薦の元官僚や、 元被災市長らを破り、初当選した。2015年の都市長選挙では、自民、民主、公明、維新4等の推薦を受け、再選を目指して出馬する意向を表明したが、全容以外に立候補を届け出た者がいなかったため、37年ぶりに無投票で再選。2019年、無投票により参戦。日本を代表する映画監督、 小津安二郎の母方は、津の出身である。小津安二郎の祖母が、宿屋町の茶業、中条家に再婚しているが、前用の本家の神平五福店は、中条家の向かいにあった。前用によると、実家に子供たちを連れてきた、安二郎の母朝へや安二郎と私の先祖とが、言葉を交わしたことがあったのかもしれない、そんなご縁を感じているという。 寿司の愛い町自治会をめぐり、自治会長の男に、市職員が土下座をしたことや丸刈りによる謝罪などがあったとされる問題で、全容は2020年12月18日の定例記者会見で、県警に相談し、適切に対処していただいていると述べ、刑事告訴も視野に対応を検討していることを明らかにした。2021年2月24日、 自治会長の男の逮捕を受け全容が市役所が騙されて市民に申し訳ないなどとするコメントを出したが怒りの声もあり複数の職員は市長は散々見て見ぬふりを続けながら被害者面に呆れているという2021年3月1日の定例記者会見で全容は職員が安心して働ける環境が整っていなかったことに私自身の至らなさを 通関しているので、職員が職務の執行上でトラブルに遭遇した場合に相談できる市長直轄の内部統制室を新年度中にも設置する考えを表明する。ありがとうございます。